じゃあ続いてこちら行きましょう。はい、はい、突然ですが神田さんは首絞めというジャンルの造ちょっとごめん読めないバカで読めない造形かな造詞が深いと耳にしました。そこで首絞めの魅力注意点などを詳しくお聞きしたいです。よろしくお願いしますということで、これさ、はい、なんでこうなった、どういうことちなみに神田さんの首絞めの締める側と締められる側どちらですか。どっちかといったら締める側ですけど。やったー、やってない、やったー、やってない、お願いします、お願いしないでくれやめろ、やんないよ。僕ちなみに首絞められる側として活動してるんですけど活動するな、活動してるんですけど、いつオフコラボしていただける感じですかね。しませんしません、いつ頃オフコラボしていただける感じ。絶対しません。できれば気絶寸前まで首絞めていただきたいんですけど。いやです、イエースついにマジの NG が出た、ガチの NG が出ましたね。マジガチの、これ本当に、これに関しては本当に NG でどっからなんでこうなった、あれ、これはもともとなんでこのネタがはびこってしまったんですか。何がきっかけだったんですか。これは、うんうん、これはスマンが、はい、星川さらというバレバレがいまして、あーのメスガキですね、メスガキ星川さら、メスガキ、はいはい、星川さらがいるんですけど、はいはいはい、あの星川でがですね、ツイッターで、うんうんうん、二次三次のライバーって、うん、例えば自分の配信、自分のこう、なんだろう、ちょっと R18 のセンシティブなイラストとかを、はいはい、あ、ありますね、いいねすることとかリツイートすることってないんですよ、なかなか。あ、ブックマークには保存しておいたりとかね、はい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 、見えるようにはしないっていうね。そうですね、うん、見えるようにはタイムラインに流れないようにはするんですけども、はいはいはい、星川さらはあろうことか、うん、自分がその行為中に首を絞められて恍惚としている顔のイラストをいいねしてリツイートして、しかもリプまでして、リツイートしたの、確かにリツイートしてないからいいねしてリプしたのか、リプもダメでしょ、作者さんになんかもうこれすごいいいみたいなことを書いて、それがタイムラインに当然流れるわけですよ。あいつやば、はいはいはい、その結果もう、うんうん、タイムライン二次三次、その星川さらをフォローしてる人のタイムライン、うん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 、それがバーンって流れちゃって、やだ、はい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 、それを例えばまあ二次三次他のライバー、うんうん、公にそういうのをいいねするタイプの人もいたり、あ、いるにはいるんですね。そうですね、いたりとか、うんうんうん、でそれをまあ違うライバーが星川さらこれやりよったぞっていうことをツイッターとかで言ったらはい、はい、それに対して星川さんがこうツイッターでまあこういうこと言って、うんうん、それに対して私がなんか言ったんだよな、首絞め、あ、なんだっけ、ほいほいほい、いいねはしないけどブックマークしたみたいなことをからリプして、はい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 、そうしたらそれに星川が引っかかってきたのかなんで引っかかってきたけど、なんか、うんうん、神田さん首絞めいけるんですかみたいな何の話してんだあいつはいはいはい、でそんな簡単、そういう簡単になんかしませんよみたいな、危ないですからっていう話をしたら、なるほど、知ってるんですかみたいな感じになって、それがなんかとすごい、それだけいいねされちゃって、あー、それでなんか神田くんといえば首絞めにこうねみたいな感じになって、うんうんうん、なるほどね。ちなみに締めていただけたりとかはしない、しないです、あれ無理です、いくらでいくらいくらでもしないです、無理です無理です、本当に無理、4月結構空いてますけど、いや無理です人の命をこうねちょ左右するあれなので無理ですね。あ、じゃあ他に僕腹パンとか好きなんですけど、腹パンとかは、腹パンもちょっと無理だな、腹パンとスパンキングと、あと頭踏みつけていただくとかでも全然構わないですけど、頭、あ、スパンキングはいいですよ、え、マジそれマジ腹パンはちょっと危ないので、あ、腹パンは危ないんですか。腹パンはちょっとなんか内臓とかにダメージ入っちゃったら困 る、うんうん、頭を踏むはちょっと理解できないんですけど、ちょっと理解できないんですけど、そんな、神田、そんな、なんではしご外すんだよ、そんな、仲間じゃなかったのか、だって、頭、ってどういう性器、何、それは、それってどうなる、どうか、どうなるんですか、あー、虐げられてるみたいな、ですね、あー、それ、はい、あー、なるほど、なるほど、はいはいはい、分かった、分かった、はい、分かりました分かりました、あ、じゃあ日程の方は後ほど決めさせていただきます。いや違いますね、そういうことじゃないです。 あちょっとこれ以上はね、神田くん の、 ガチ恋勢に殺されるんで ね、 でねこの辺りにしてくださいね、はい、刺されちゃいますからね、やめてみましょう、はい。